どうも皆さんこんにちはチャックバスです本日はですねポイントサイトハピタスがですねやってくれましたねドットマイル増量キャンペーン復活ということで今回ね解説やっていきたいと思いますポイントサイトハピタスからですね ana ジャルマイル 交換するとです、ね、お得なレートで、ね、交換することはですね ANA マイルだと 93.75%JAL マイルに関しては80%というふうになっておりますんで是非ねこの動画最後までねご覧いただければなというふうに思います。 まずねキャンペーンの概要なんですけどもキャンペーン期間はですね2020年8月25日から10月の31日までっていうふうになっておりましておりま,すまたね今回のこのキャンペーンなんですけども ANA マイルか JAL マイルどちらかね選ぶ必要がありますのでこの点はね注意して覚えておいてください。こちらね一度 選択するとですね後から変更することできませんのでねこの点は注意が必要です交換レートですね条件クリアによって AN ネマイル93.75%ジャルマイルは80%ということでちょっと細かいところはね後で解説させていただくんですけどもこちらの交換レートはですね本当に過去最高なんではないのかなというふうに 思いますそれではですね今回のキャンペーンですね ANA マイルからね解説していきたいと思います先ほども言いましたけども ANA マイルか JAL マイルね選ぶ必要がありましてどちらかしか利用することができませんまた一度選択してしまうとですね後から変更効きませんので こちらね慎重に選ぶようにしてくださいそれでは ANA マイルの解説やっていきたいと思いますまずですねエントリーを行っていただきます2つ目ですねキャンンンペーン中に広告利利用用を1万千ポイント以上利用していただきます3つ目ですね条件を満たした状態でハピタスからドットマネーを経由して等級ポイントそして ANA マイルっていうね ルートで交換しますいわゆる東急ルートっていうやつですねそちらで交換するっていう感じになりますそしたらですね交換したハピタスポイントの20%がポイントバックされるっていうキャンペーンになっておりますキャンペーンポイントの交換上限に関してなんですけどもキャンペーン特典のね対象になるのが1万2000ポイントまでっていう風になってるんですけどもこちらに関しては広告利用がですね 1> 1万5千ポイントごとにですね上上限がが万2千ポイントずつ上がっていきますですでので仮にですねポイントサイトハピタスで案件を利用していただいて1万5,000ポイント獲得したら交換上限が1万2,000ポイント3万ポイント獲得したら上限が2万4,000ポイントっていう形で1万5,000ポイント獲得するごとに交換上限もね1万2,000ポイントずつ 上がっていくっていう感じになります仮にですね条件を満たした状態で1万2000ポイントを交換した場合はそのうちのね500ポイントがドットマネーに付与されるっていう形になりまして残りのポイントがハピタスポイントで付与されるっていう形になりますかなりね分かりづらいキャンペーンっていう風になっているんですけども分かりましたかね仮にですね条件を満たした状態で 1>, 1万ポイントをね。交換した時のね。図をね。ちょっと見ていただきたいなっていう風に思うんですけども、条件を満たした状態で1万ポイントを東級ルートで ana マイルでね。交換すると本来7500マイルっていう風になりますよね？その後、交換したポイントですね。1万ポイントという風うになっておりますので、20%である2000ポイントがポイントバックされるっていったキャンペーンになるわけなんですよね。 ですのでこちらのポイントバック分を考慮するとですね実質8,000ポイントで7,500マイルがね貯まるキャンペーンっていう風になりますので交換レートはですね93.75%っていう風にななるわけなんですよねちょっとね分かりづらいと思いますのでちょっとねこの動画もしね分からなかったですね何回かね見ていただいて理解ね深めていただければなっていう風に思います。 それででは次にマイルですねまずエントリーを行っていただいてキャンペーン中に広告利用を7000ポイント以上、ね、獲得していただきます条件を満たした状態でですねハピタスからドットマネーをク経由して JAL マイルです、ね、に交換していただきます交換した、ね、ハピタスポイントのうち37.5%がポイントバックされるっていった、ね、感じになっております JAL マイルの、ね、キャンペーンのポイント上限に関してなんですけども こちらもですね、ANA マイルの時と同様に広告のね利用で5000ポイントずつですね、上限が上がっていくっていった感じになります。7500ポイント獲得したら交換上限が5000ポイント、15000ポイント獲得したら交換上限が1万ポイントっていう風になります。それでですね、条件を満たした状態で1万ポイントをね交換した時の図をちょっとね見ていただきたいなという風に思うんですけども、 1>, 1万円分のハピタスポイントをですねドットマネー経由でジャルマイルに交換すると本来ね50%ということで5000ジャルマイルになりますよねその後交換した1万ポイントの37.5%である3750ポイント分がねポイントバックされるっていった形になりますこちらのねポイントバック分を考慮すると6250ポイントが 5, マイルっていうふうになりますんでポイント交換レートはね80という風にななるわけなんですよねちょっとね分かりづらいねキャンペーンっていうふうになるわけなんですけどももしね分からない部分等々はねありましたら是非ねコメントいただければなっていうふうに思います。それでは最後にですね注意事項をいきたいと思うんですけども最初にもね言いました通りハピタスのこのキャンペーンはですね マイルか JAL マイルどちらかしか選ぶことができませんのでまた変更することが、ね、できないようになっておりますんでこの点はね特に注意してください。またですね ジャルマイルに関しては必要のねクレジットカードっていうのはないんですけども ANA マイルに関しては ANA 等級ポイントクラブ級クレジットカードっていうのがですね確実に必要になってきますんで今回のキャンペーンに関しては2ヶ月ぐらいねあるキャンペーンっていうふうになりますんでもしね保有されてないのであれば今後ねポイントサイトから ANA マイルにね 交換する際にこちらの ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードね必須っていう風になっておりますのでもしね発行されてないようであればですねこの機会にね是非発行してみていただけたらなっていう風に思いますこちらのね案件自体はポイントサイトポイントインカムでですねちょっとポイントレートはね低いんですけども1300円分でね案件出ておりますんでこちらね経由して発行してみていただけたらなっていう風に思います。 またですね、今回のキャンペーンはですねほとんどの広告案件が利用 OK っていうふうになってるんですけども一部ね対象外の案件があります。ちょっとね画像を出して読み上げさせていただきますけどもモニター楽天市場楽天24その他ね私プラス資生堂っていう商品ですね。ここちらに関しては今回のこのキャンンペーンね。 対象外っていう風になっておりますのでこの点はね覚えてくくようにしてくださいまたですね今回のキャンペーンなんですけれども ANA マイル JAL マイルねどちらに選ぶ場合であってもですね10月末までにポイント交換申請を行ってポイント交換ね完了する必要がありますのでハピタスからドットマネーに、ね、交換する際にですね3営業日ということで日数がかかりますので遅くてもですね10月の26日の月曜日 あたりまででにはですねハピタスからね交換するようにしておきましょう。 いかかがだったでしょうか今回はポイントサイトハピタスのドットマイル増量キャンペーンということで解説させていただきましたけども今までもですねこういうキャンペーンがあったわけなんですけども今まではですね1ヶ月単位ということで利用をねするのにちょっとね利用しづらいなっていう部分があったわけなんですけども今回ね発表されたキャンペーンですね2ヶ月ぐらいね期間ありますので個人的にはですねかなりおすすめっていうふうになります。 またね、ANA マイル 93.75%JAL マイル80%ということで私がねおすすめしているポイントサイトでは最高レートだと思いますんで条件はねあるもののですね一昔前の空チカルート90%っていうね空チカルートがあったんですけども本当にそれを超えるねポイント交換レートっていうふうになっておりますんでかなりね おおすすめっってていう風になっておりますまたね最後になんですけども今現時点でですねポイントサイトハピタスでおすすめできる案件なんですけども NTT ドコモゴールドクレジットカードですねこちら22,500円のね案件で出ておりますんでこちらもね年会費1万1,000円かかるわけなんですけどももらえるポイントはですね22,500円っていうことになっておりますんで年会費ね考慮してもお得になりますんで是非ねこちらの案件もしねやられてないようであればですね ぜひねやってみていただけたらなっていうふうに思います。 今回のキャンペーンね、かなり分かりづらいっていう部分が、ね、あると思いますけども、ポイント交換レートとしてはですね、最高という風になっておりますので、ぜひね、積極的にね、狙っていただけたらなという風に思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボム、ホテルのことなんかね、発信させていただいておりますんで、 チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ